こんばんは、成島です。本日はメルマガ読者さんから頂い,いたご質問にお答えしてみます。気持ちが 凹んでいる人を励ますというか寄り添ってマイナスな気持ちがプラスマイナスゼロになるような動画を上げてそこから LPK でココナラを遷移させて自分の商品を販売したいと考えていますしかし自分の商品がありませんメンタルが弱っている人に販売する商品ってカウンセリングが一般的だと思いますが私は資格も経験もありませんどんな商品が考えられますでしょうかよろしくお願いいたしますということですね はい、ありがとうございます。いいですね。まあ、いくつかポイントあるんで、コメントしていこうと思うんですけども、まずですね、その、まあ、気持ちが凹んでる人を励ます。まあ、そういうね、ちょっとメンタル弱ってるようなタイプっていうのは、おそらく、まだリサーチ僕もしたわけじゃないですけど、ここならでは人気なタイプで需要があるんじゃないかなと思います。で、 せっかくここならで売るならここならのいいところって LP がいらないところなのでここならの商品詳細ページだけで商品の説明書いてそれだけで完結しますなので、まあ、LP 不要なので LP 作らずにどんどん出品して売っちゃえばいいと思いますで商品がないよってことみたいなんですけど、まあ、そのね商品の使い方はですね商品っていきなり作れるわけじゃなくてまずアイディアがあってでアイディアをコンセプトにまとめて コンセプトをコンテンツにまとめて、コンテンツを商品にまとめるっていう感じですね。であその方法はですね、そのまあアイディアをコンセプトにして、コンセプトをコンテンツにして、コンテンツを商品にする方法っていうのは僕の えー、え、有料講座である情報発信 MBA オンラインコースなどを中心に教えてますので、まあそれに、まあ、参加していただくしかないんですけども、その際にですね、カウンセリング一般的だけど、資格っていう話ありますけど、資格は全然いりません。あまりにもそういう病気を治すってなるとね、医者の資格とかいりますけど、そうじゃないんだったら、資格とかいらないんで、まず資格とか考えずに、 トライしてみてで、たくさんのお客様とコミュニケーションを取る中で、本当にどんなものが求められているのかって分かってくると思うんで、まずはラケズリでもいいから、ここならで何か出品してみるっていうのが、このご質問者さんができる第一歩だなというふうに思います。ここならね、ちょうど2019年6月、CM ってユーザー数増えてアクセスも増えてますので、ぜひ、 試してみるにはすごくいい時期だと思いますぜひトライしてみてください最後までご清聴ありがとうございましたなりしまたけでした